一人麻雀荘でよくノーレートとレートありまあ定番の話題です実際皆さんが雀荘を経営しますと開きますとなった時に一番考えないといけないのはやっぱり収益性ですね儲けですね 逆に立つか立たないかよりは数字考えないといけません。その時にどっちにすんのかとレートありとなし。ちょっとあの私ノーレートレートありをノーレートにした方がお客さんたくさん拾えるのかなっていう考えなんですがいろいろま考えてみるとまあ当たり前のこと言ってるんですがノーレ,レートとレートあり まあ、パイ。お客さんの層ですね。まあ、ノーレートは広く浅い。レートありは狭く深い。まあ、浅いってことは一回来て終わりとか。レートありはやっぱりこう、ちょっと勝負味があるので。または、レート安いとしても、黒字にするとか、何か買った喜びとか。こういうのがあるんで、まあ、 何回も来るとか5時間6時間7時間ぶっ通して打つとか遊びは別に楽しくて打つんで1時間とかでもありえますし例とありの方が単純にこうガチの人が来やすいですと私個人は思います実際は分かりません あと、打ち手のレベル。まあ、この辺は賛否両論ありますけど、ノーレート、初心者歓迎と。しかも、負けても別に、なんかお金取られませんようなんで、全体的なレベルは、ま、低くなると。レートあるいは当然高くなると。自分に自信がある。または、ま、遊び入ってますけど、ちょっと勝負。一応かかるものが小さくてもあるので、 真剣さっていう言葉に置き換えてもいいですね真。真剣さは間違いなくこっちの方が高くなるのかなと。あとは精神的な動揺とか、高ぶりとか、あの、プラスも含め、マイナスも含めですね。こっちの方がやっぱりこう、心が動くんで、まあ、真剣になると。まあちょっとこの辺はあの、 別に深いこと考えないで書きましたけど、ノーレートはやっぱ遊びからいけますね。遊びでいけます。もう全曲100万狙ってみようかなとか。まあ、リーチ来たけど、まあ4茶引いても別に1茶でも4茶でも変わんないんで、リーチに一発でちょっと切ってみるとか。レートありはそんな気軽なことはちょっと若干できないので、まあ少し、こちらに比べれば、ノーレートに比べれば、勝負。 勝ち負けですね。まあ、遊びを、遊びを入れたですけど、本当の真剣勝負ではないと思いますが、遊び、まあ、勝負入った遊びみたいな。まあ、これは別に当然のことで、ね。結果出したら何か得るものがある。これはマージャンに限った話じゃなく、仕事の営業とか。 いくら数字上げても基本給しか絶対もらえません。基本給以上はありえません。いくら頑張っても何百時間残業しても基本給です。と、残業代出ますと。または結果出したらかなりの高いインセンティブも、インセンティブをつけると。 まあそういう仕事があったら当然数字に反映されるものの方が真剣さ、自発的、まあ真剣ってことはレベルもこう上がっていくとは思いますし、なので、まあどこを、どのレベルを求めるかによって、 あれれががいい、これがいい、いこ難しいですね。例えば MJ とか天保も無料でできます団位システムレーティングシステムその他の数字のシステム一切廃止ってなったらまあただ打つだけただ暇つぶしに打つだけのゲームになりますそしたら盛り上がるか盛り下がるかって言ったら盛り下がるとは思います まあ、MJ とか天保のポイント、レート数字は、まあ、リーチでいいでしょう。あれは社会的な価値はないので現金とか誰もが価値がある車とか家族とかもっとすごいこと言うと命とか誰もが価値がある。 麻雀興味ない人でも社会的常識というか価値があるものが動くと勝負になりますんであのポイントがどうこうとかポイント下がるから真剣とかそういうそこまでは私考えてませんがポイントはあくまでそのゲームの中でだけなんで天宝のポイントがでできまますすっっていうんであればちょっと違いますね現金で天保のポイントを買ってポイントの奪い合いをして。 そのポイントが換金できますっつったら完全にまあ賭博になりますがそれだったらまた社会的価値があるのでちょっと話は違いますが、まあ、リーチ一通やっぱか得るもの失うものあるかないかで、まあのめり込むというかあとは単純にレベル低い まあ例えばさっきの言った能霊とは、まあ、こんなの一概に言えないんですが能霊とは遊び感覚別に振り込んでもいいや意識例とあるいはそれに比べれば高いこういう前提であれば、まあ、皆さんもで,できるんであれば選べるんであればレベル高い人と打ちたいとかそういう感覚はごく自然にあると思います。 マージャン自分は、まあま、最低限の麻雀できます。他3人が麻雀の役知りません。点数計算全く分かりません。振り点って何か分かりません。はい、積もってくる。考える。切る。これに30秒みんなかかりますと。30秒かかります。はい、積もって。一回一回みんながみんなこう手を入れて。こういう風にみんながみんな3個ずつ分けて。 よりは普通に、ま、普通の打ち手レベル高いとあえてそれをこう表現させてもらうと高いレベルの人と打った方が読み合いができます特に麻雀はなんか天杯かな天杯っていう漫画のセリフで A ランクの中に C ランクが1人入ると馬が軽くなるというかそんなセリフがありました例えばプロの対局またはマージャンうまい人の対局結構捨て牌を読んだりこう いいろろ心理的な駆け引きをするレベルのまあ3人にど素人1人入るともう泣きたい範囲ポンポン切らせるし他3人が高いレベルでリーチとかやってるのにもうバンバン振り込んだり本人に悪いはないけど場を荒らすとかあとはオーラス4茶なのに。 4茶確定の上がりをするとか点数計算分かんないがために全く順位変わらない意味のない上がりしちゃうとかいろいろまあ場を悪気はなくても暗黙の空気の中でちょっとそぐわない行動上がり打ち方そういうのがあるんで レベ,ルレベル高いという言い方はちょっとあの語弊がありますがそういう引き締まった場で打ちたいと思うのはまあごく自然なことだと思います。まあそれがじゃあノーレートがそうじゃなくてレートありだとみんながそうなのかっていうその 細かい部分はまあいいとしてそういう傾向があるんじゃないかなと思いましたっていう話ですね。なので皆さんがもし、まあ、やらないといけないと決めたとなった時にちゃんと存続のために儲け考えないといけないとなった時にどっちがいいのかなと。 刺激がない、刺激がある。感情の高ぶりがない、高ぶりがある。得るものがない、得るものがある。まあ、健全。健全が100%いいとは、こう言えないんで。特に、商売とか、何か、ただの好き嫌いじゃできないこと。ちゃんとこう、 数字考えないといけないってなった時に健全はマイナスに働くことも多々あるんであと,はあとはあとは今ネットゲームとかテレビえっ、ー、とまあいろんなお店の努力とか企業の努力でまあノレーとお金かけないまあこれは賞金とかは別ですね。賞金がトップの人に入るは レートなしだと思うんであくまでレートっていうのは客同士のやり取りのことのレートなので賞金ついいた大会っっていうのはこっち側ですまあど,どっちにすべきなのかなとあさっきの話でもともと最近出てきたものです多分ノレートは。 企業の努力、店舗の努力、団体の努力、麻雀ゲームの努力。もともとはこっちのものに、最近こっちが出てきたっていうことなので、全体的なパイは、全体的なパイはノーレートではないです。レートありの前提で、ちょこっとノーレートが生まれたっていう状態なので、ノーレートにするってことは、全体のパイ、 もともとあったものじゃないものを作ろうとするんでやっぱりこの他の部分レートありで売ってる人をまあターゲットに入れないというかなかなか難しいことだと思います。まあ、ただ時,時代はっていう大きな流れで言うと、まあ、ノーレートの方が。 今後、時代に合ってんじゃないかなと。ただ、時代に合ってても、儲かんなきゃ意味ないし、時代に合ってても、儲からないと悪だとも思うんで、なかなか、まあ、それが分かれば、今、ャンスを若干下火だとは思いますが、それが分かってれば、 すべてのジャンソーが、まあ、儲かるわけで、それがわかんない答えがないからこそ難しいとは思います。ジャンソーは基本全部下火だと思いますね。 基本全部、ジャンソー自体、マージャン業界。t e 4 m j っていうのは無料ゲームだから、無料ゲームだから人口増えてる、参加者、ID、アカウント増えてるっていうだけで、商売性と見る、商売性数字で見ると、売上げ儲けで見ると、無料ゲームって0円なので、まあ、そこに広告貼り付けて、企業がそこに広告を貼ることで、 収益が上が上るっていう、まあ、ビジネスモデルなんで間接的には売り上げに貢献しているとは思いますがお客さんにサービスを提供して代金をもらうっていうごく普通の観点から見るとあらら無料,無料のゲームはあんまり。 無料ユーザーが増えたから業界が大きくなっているとはちょっと私は思えませんただ私個人はノーレートの方をちょっと押したい感があるんでマージャン自体って結構面白いんでマージャン自体 パチンコとマージャンはもう劇的に違う、絶対的に違うと思ってて、パチンコは、玉を動かすことに楽しさを覚えている人はあんまりいないと思います。完全能例とパチンコなったら、この行為が、この行為が面白くない限りは流行らないわけで。マージャンはマージャン自体のこのゲーム性だったり、まあ、ちょっと心理の駆け引きというか、 このゲーム性が面白いので私個人はゲーム性面白いのでまあ賭けはあんまりもっと必要じゃないと思っていますなのでノーレートでもまあマージャンのゲームそもそもそのゲーム性が面白いので成り立つと思ってますなのでパチンコとは全く違いますねパチンコは ギャンブル性100%でしょうこのこの回す加減が面白いとか玉の起動が面白いとかパチンコはお金はどうでもいいとその玉の動きが面白いからハマってるみたいなのなかなかいないと思うし聞いたことないしただ麻雀は全く違くてそのここ灰に触るとか。 この場を読むとかいろいろゲーム性が楽しいとただ昔の流れでどうしてもギャンブルがつきまとってて今も今現在も継続中という認識ですちょっとパッと今思いついたことをささって書いただけなんで別に自分書いた本人でもこれが ぴったし当たってるとは思ってないんですがひ、まあ、一言でこう分かりやすいイメージだけ書いてちょっとやってみて、まあ、どっちお店をやらざるを得ないんであればどっちやるのかなみたいなことをや話してみました、まあ、今回もありがとうございました。